山形県立保健医療大学は、山形県山形市上流262本部を置く、日本の公立大学である。2000年に設置された、保健医療学専攻1年から4年までそれぞれの学科で看護学実習がある。また、毎年6月に、上柳祭という名の学園祭を行っており、看護学科であれば、血圧測定などといった、 学科特有の出し物を行っている。部活動、クラブ活動、サークル活動それぞれのサークルで大会に出場したり、合宿などを行っている。特に花笠サークル、花の会は、学内一の人数で構成されるほどの人気があり、上柳際や花笠祭り等で踊りを披露している。山形 U キャンパス、大宇本線、南出は駅から徒歩10分、駐車場があり、 約半数の学生が自家用車で通学している。山形市の北部にあり、キャンパスの北側に村山高瀬川が流れる。100歳橋で村山高瀬川を渡るとすぐに山形県立中央病院があり、川を含んだ周辺地域は健康の森公園と呼ばれる緑地となっている。量はなく近くのアパートを借りたり、実家から通学などをしている。ありがとうございます。